ここからは皆様お待ちかね、川越の架け橋のコーナーです。このコーナーではニューヨークと中継を結んで、ニューヨークの今や現地のあれこれについて、ニューヨーク在住の大橋小雪さんに伺っていきます。今日はですね、ニューヨークの地下鉄の車内のエンタメということなんですね。どんなお話が伺えるのか楽しみです。それでは早速、ニューヨークの大橋小雪さんをお呼びしたいと思います。おはようございます、小雪さん。小雪さん、おはようございます。はい、おはようございます。ニューヨーク大橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お願いいたします。はい、ですね、そう、ニューヨークの車内のエンタメっていうことで、まずニューヨークって、まあ、エンタメがあちこちで溢れてるのはお二人もご存知だと思うんですけど、はい、特に夏場ですよね。車内だけじゃなくても、フリーのコンサート、音楽のコンサートあったり、外ヨガがあったりとか、とにかくね、無料で参加をできるものがたくさんありますので、もしね、エンタメ関係、音楽とかダンスとかそういうの好きだっていう方は、特に夏にニューヨークに来た方がお得だよっていう、まず話なんですけど、それに加えてですね、ニューヨークって地下鉄のホームももちろんなんですが、電車の中でもエンタメが繰り広げられていると。これどういうことかというと、電車の中で、もちろんこれ許可なくなんですよ、勝手になんですよ。いきなり人が入ってきてですね、ギターを持ったお兄さんが歌ってギターを弾いて演奏をしてくれると。これね、ただニューヨークならではで、ピンキリでですね、上手い方は本当にむちゃくちゃ上手いんですが、そうじゃないっていう方もいると。でギター演奏しかり、あとはですね、普通にこう自分でスピーカーを持ち込んで、スピーカーから BGM を流して、マイクで自分で歌ってしまうという、そういう方もいるんです。でそうかと思えば、ダンスもあってですね、それこそお兄さん3人ぐらい入ってきて、いわゆるポールダンスですよね、突然やるんですよ。私座ってるんだけど、目の前でポールダンスが始まってしまう、むちゃくちゃ危ないんですけど、そういうのがあったりっていう、いろんな種類のエンタメ、それこそメキシコ系のお兄さんたちが入ってきて、アコーディオン弾いてどんちゃんどんちゃんやって、じゃあさようならってやったりするんですけどこれなんでこういうことをやってると思います？ナミネさん。いや、ちょっと私初めてすぎてですねなぜかしら楽しませるため、もし私がやるとしたら、ひとときを楽しんでという気持ちでやりますけれども、そこでスカウトされるっていうのは難しいと思うので、ね、そうですよね、はい、板倉さんどうですか？いや、私は何ですか、ストリートライブと同じような感覚でやってるのかなって思いましたけどね。うん、もうまさにそれもあると思うんですよ、ストリートライブ的な感覚で、俺たちこんなにうまいんだよ、見てっていうのも、まず前提としてあるんですが、はい、もう一つの目的はね、チップなんですよ。要はお金を稼ぐために、そういう自分に何ができるんだろうとか、あ、ダンスができる、じゃあダンスを電車の中でやって、じゃあ終わりましたって言ってチップをもらおうって言って、こう帽子をですね持ちながら車内を回って、チップちょうだいチップちょうだいってやる、もうそのパターンなんですよね。で、あれすごいなって思うのが、駅の間隔期間、日本で言うと川越市から川越の間できちんと終わるんですよね。川越市に着きましたってなったところで音楽が終わるようにできてるんですよ、でそこでじゃあ帽子持って、はい、チップチップください、ありがとう、さようならって言って次の車両に移っていくっていう、もう そのパターン当たり前なんですよね。皆さんチップは渡されるものですか？ものによりますね。なるほど、やっぱり上手だとおーっとなって小銭を出してくれるという感じですかね。そうですね、ただそうじゃない方もいたりとか、それこそ朝のねラッシュアワー時にそれをやられてしまうと、どちらかというとみんな眠いし通勤時なのに迷惑じゃないですかでそういう時はあんまり払ってないなっていう傾向はありますが、物によってという感じではあります。それでも来るのがすごいですね、ニューヨーカーの方々。そうですね、やっぱりこう生きるのに必死みたいなのもありますし、自分がこれでアメリカンドリームをつかむんだっていう気持ちのある方も、
いる一方でやっぱりお金にね、お金が不自由でそういうことをやっているっていう人たちもいてですね、そういうダンスとか歌なんかももちろんなんですけれども、そうじゃなくっていきなり人がね電車の車両に入ってきて、私はこうでこうでこうでこんなに大変な生活なんです、ホームレスなんです、だからお金ちょうだいって言って帽子を持って回っていくっていうパターンもあったりとかですね、もう電車の中はもう結構そういう感じ。ただコロナ禍に入ってからはそういうのがなくなってきてたんですが、エンタメが復活してきていると同時にこういうものも結構ね頻繁に行われてますね。あのもちろん皆さん切符を買って入られてるんですよね。そこもですね、入っているそこがね取り締まりがうまくできてないんですけれども、要はレールの、入り口入るところで、ポールみたいなのがあるんですよ、はい、そこをジャンプして飛び越えて入ってる要はどこからエンタメそういうのももう当たり前のように見る光景で、そこは運が悪いとポリスが来てはい捕まえますよって言って捕まえてるっていう光景も見たりしますが、そこもだからお金払わないで持ってる人も大半だと思いますよ。ちょっとこれあの伝えていいのか、私ちょっと生きる力をすごいニューヨークに感じて、もうなんか今ワクワクドキドキも大好きそういうのって思っちゃいました今。すごいですね自由というかやっぱり生きることに一生懸命っていうところがすごく感じられたので、いやー素晴らしい本当そうですよ。だからそれこそ、お菓子をね、売って回ってる子どもたちの姿も見ます。それは自分のお小遣い、自分のお小遣いとか多分生活費なんでしょうね。要はお金をどっかから安く仕入れて、このチョコレートを1本1ドルで買わないっていうので回ってて、それを親は近くにいるんだけど子どもにやらせてるとか、そういう光景も見受けたりしますよ。なんでしょう、海外の方って本当にたくましいですね。そうですね、だからどうやってお金を稼ぐかっていうのを多分ありとあらゆる方法で考えてるんじゃないのかなと思って、今言ったお菓子なんかはね結構一般的で、ホームレスの人も、私はホームレスなんですお金くださいって一人でちょっと叫んで、でお金をもらってくるっていう姿も当たり前なんですけど、最近なんか新手のね方法が出てきまして、これ私びっくりしたんですが、はい、おじさんがいきなり入ってきて、じゃらじゃらなんか持ってるんですよね、じゃらじゃら持ちながらこれいくらだよいくらだよってやってて、私の目の前に来てやっと分かったのがキーホルダーなんですよ。今ガチャって流行ってるじゃないですか。あ、はいはい、はい、日本でもかなり流行ってますね。ああいうものが一回ね一本の棒のところにぶら下がってて、どれにすんの、好きなのあのいくらで売るから買ってって言って意外と近くで見たらチープな感じのものばっかりがガチャガチャ並んでるんだけど、でもそれでもね買ってる人も結構いますよ。なんか買ってって言われちゃうとそうですよね、買うものだあとは選ぶだけだみたいな感じになりそうですよね。そうなんですよね、だからまあ、どうぞどうぞ。ポールダンスが、男性のポールダンスがとても気になったんですけれども、多分ねニューヨークポールダンスって検索するといっぱい出てくると思いますよ。そうですか、これ皆様ぜひ、男の子3人ぐらいで、はい、普通にポールダンスやって、よく人にぶつかんないなっていうような状況でもやってます。私の中ではあれが一番迷惑、はい、迷惑ですかメインって言われるのかと思いました今迷惑ですいや最高ですねニューヨーク。そうですね、だからもう観光できたらそういうのも楽しいと思いますし、さっき言った普通のフリーのイベントもある中で、電車に乗ったら乗ったで、そこはそこでエンタメの空間として成立しちゃうので、もう料金は高い街ではありますが、エンタメ系は意外と安く楽しめるところだと思ってますね。いや、本当にこれまで伺ってきて思うのが、飽きさせない街のようだなというところでは、生活費が高かろうが食費が高かろうが毎日エンタメが見られるので、そう思うと高くないんじゃないかなと、生活の潤いがなんか違う気がしましたね。うん、そうですね、もうまさに日本だとね、取り締まられちゃうかもしれないですね、あっという間にそうですよね、どうかいくぐるかっていうこともなんか楽しんでいらっしゃるような雰囲気が伝わって、コロナ前はね、
海外のオペラの方とかがこうなんかお酒に酔ってこう車内で歌い出す様子とか、ニューヨークで、いやこれは日本ですけど、そうですか、はい、それでこうみんな拍手するみたいなのとか、こう動画に上がっていたりとか、あとはあれですね、僕の昔の話だと思うんですけど、あの落語家の柳家喬太郎さんが学生時代にあの電車の中でその大学に行くまで、あのこれから何々大学の落語研究会でお知見ですって言って落語一席やって、いや、はい、いいですね、そういう修行したみたいなことをなんかイメージにありますけどね、電車の中のエンタメ、ね、これを聞いている若者の方、ぜひ電車でチャレンジいややっぱり度胸つくじゃないですか。いやあの間違いなく炎上をするかもしれないけど、バズリーグルはするでしょうね。叱られちゃうのかしら鉄道会社からとか日本はちょっと厳しいからあれですね、今だいぶね、なかなかそういう意味ではなんていうの、コンプライアンスとかが厳しくなって、はい、こうね、うかつなことがなかなかできなくなって簡単に炎上しちゃうんでね、そういう意味ではちょっとね、ニューヨークのこのおおらかさというか、そうですよね、いいなって思いますね。なんか人間が出ていて、そうですね、なんかチャレンジできますよね。それこそ日本の方もニューヨークの地下鉄に乗ってそういうの、アーティストさんだったらチャレンジしてみたらいいと、無反応だったら良くなかったっていうことでしょうし拍手喝采だったら良かったっていうことだと思うので、すごいいい練習の場ですよ。本当ですね、いやいや、もう人生のチャレンジのためにニューヨークに行った時、私たちも行った時は考えましょうか。そうですね、こう日本だとなんか最近はちっちゃいテレビ画面みたいのがあるじゃないですか、ドアのところとかなんかいろんなところに、でなんかいろいろ CM とかが流れていたりとか、ね、音楽は流れないけど、ね、映像でいろんなニュースが流れていたりとかするんで、ついついそっちばっかり見ちゃいますけどね。そうですよね、あのやっぱり画像じゃなくて生のもの、そういうのはどうなんですか、ニューヨークの電車とかは。全然もうあんな日本みたいにまず綺麗じゃないですし、ああいう画面もない、せいぜい車内広告で貼り紙とかが貼ってあるぐらいなので、だからもう唯一楽しめるものですよね。日本はあれいいですね、昔でも映画の世界とかだと、なんか日本ああいう感じでね、昔の映画、そういうのありましたけどね、なんかニューヨークじゃないですけど、そういう電車の中でそういう未来はきっとこうなるみたいなやつ、現実はそんなことになってないんですね。国によっては分かんないですけど、ニューヨークだけに関してはもう全然ですよ、レトロなまんまっていう感じ。いや、そのまま突っ走ってほしいですはい、もう私は大絶賛、はい、ちょっとおまりさん聞かれてたらちょっとって おっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけれども、はい、はい、いや小雪さん素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、失礼します。